今回ですね、いろいろ考えたんですけども、騙す人この人です、草薙剛君。今回のターゲットは草薙剛に決定。今回、騙すのはですねこちらでございます。ニュースキャスター霞涼子。来年1月からスタートするこのドラマ、ベテランニュースキャスターの賀来千香子がライバルニュースキャスターの斉藤陽子にその座を奪われ、深夜の番組に飛ばされてしまう。しかしそこで奮起し、真実の報道を目指すという内容。今回はこのドラマの1話目に剛がゲスト出演するという設定。もちろん嘘で、本当のドラマに剛は全く出てこない。さあ、ほんで今回ですこちらの、ニュースキャスター、霞涼子のですね、戦車がみんな仕掛け人として来てくださっております。ご紹介しましょう。お入りください。どうぞ。豪華な仕掛け人ということでよろしくお願いします。さあ、じゃあこのドラマのちょっと紹介をじゃあしていただきます。深夜枠の、ニュースを、心を込めて、制作してて、あとはそのゴールデン枠のニュースとのこう対立とかがありまして、私もあの花形キャスターがちょっと降格されて、斉藤さんの方に変わるわけですね。で、これともちゃくが芝居の中であるわけですね。高島さんは僕はやっとそのニュースファイナルって終わってんですけども、その番組をやっと持たされたプロデューサーで、じゃあこの3人で物語が進むということですね。もう俺は始めました。お前さんは何を、カメラマンの役で、報道は喧嘩だ以上、それだけです。それで剛君の役名なんですけども、いろいろ考えました。剛君の役名はこちら、北野菊次郎、これたけしさんのお父さんの名前を。果たして剛はこの名前に気づいているのか。今回ドッキリのために台本を作り直した。剛の役は男性キャスター。今まで一緒にニュース番組を務めてきた賀来千香子演じる霞涼子に代わって斉藤陽子が引き継ぐというシーンを選んだ。それでは今回のドッキリ作戦を説明しよう。まず第一の作戦は、本番直前に剛が読むニュース原稿が追加される。それもよくわからない株式のニュース。しかもその原稿を必死に覚えようとする剛のもとへ、仕掛け人の高島と今井が熱い芝居論で邪魔に入り、なかなか覚えさせてくれない。芝居論でございますね。演技論が、演技論ありますよね。芝居のこの直後のセリフを高島がわざと間違えて NG を出す。そしてテイク2では、高島の後の今井が役名を間違えて再び NG。 ドッキリとは知らず、剛は何度も叩かれることとなる。いい加減にしなさいっていうセリフありますよね。あそこ、なんかないですかね。いや、いい加減しなさいっていうやつですけどね、いい加減にしなさらんかもしれない題名になって名前を間違えると、これを間違えちゃうんですか。はい、霞京子とか、まあそれはもう今井さんに任せます、その時のリアルな NG を出してください。さらに剛がこのドッキリを疑わないように、このドラマに出演することによって剛の番組「ふすま」に賀来千香子が出てくれると本人には説明してある。はい、ふすまの方に賀来さんが出られるんですね。出るのも嘘なんですか。嘘です。ふすまも出ないし、剛君はこのシーンにも出ないってわけですから、剛君は何も出ないってことですそして今回もこのドッキリのためだけに、監督さん、助監督さん、そしてエキストラの方々に集まってもらった。セットはトゥナット2のセットを少しだけアレンジした。さあ、それでは剛君からもうそろそろ入ってくるということなんで、リアルにお願いしますよ。はい、それでプスとか笑わないでください。笑わないでしょうね。はい、練習。はい、あれ、いい加減しなさらんか。今回剛の機械室には2台の隠しカメラを設置。スタジオの隠しカメラ2台とドラマ用カメラ合わせて5台の映像がサブにいる中井の元に映し出される。剛君はですね、必ずこうメイクさんにやってもらうのが非常になんか気に食わない。常にこうマイドライヤーを持ってるんですよ。マイドライヤーあんまり意味ないんですよ。クルクルドライヤーのですね、串を取ってこうやってやるんですよ。こういうなんかこだわりがあるんでしょうね、本人に。午後2時30分、いよいよ剛がスタジオに入ってきた。あ、来たかな。来た。コンビニの袋持ってる。ほらほら、すぐそこ。元気にする韓国スクールウェア。お
お使いするなら新年歯ブラシサンスター。うん。ドゥパワー、ドゥクリア、ドゥスリム。うん。サンスターやったらママ安心。新年歯ブラシサンスター。うん。自慢じゃないけどうちの出汁、利尻昆布に土佐カツオ。それで儲かってんの？え？ちょびっと。そんなお店の味を瞬間冷凍。金麗あの店の鍋焼きウッド。カツオのチャブ台当ててチャブ台。リクルート活動に勇気の一着。リクルートスーツフェア。今ならハワイが当たる。青山。また来たよ。さあさあ集まれこの仲間。さあさあ楽しくさっさかさらさあさあさあ行きましょう。カンポカンポ。食前食感に対象カンポイチョイ。食べる前に飲む。テレビガイドお正月超特大号は年末年始の番組厳選50本。ジャニーズ超番組表。アムラナミエ紅白で完全復帰。全番組解説付き超番組表のテレビガイド。お正月超特大号明日発売。午後2時30分。いよいよ剛がスタジオに入ってきた。あ、来たかな。来た私が動ける方、本当失敗できないですもんね。失敗できないですもんね。本当に。あの、ポイント覚えてます？何でしょう？いい加減しなさいんだ。余裕ですね。普通もう10分ぐらい前ですから、3時ぐらいにはもうスタンバイしてくださいっていうのを伝ってますから。これってこと、台本見るけどね。まずね。うん。飯食ってんですよ。終わったかな？終わったかな？さあ、何やるんですかね。マイドライヤー。いや、いきなりドライヤーはいかないんじゃないですか。いくらなんでも。そう、まずはヒゲですね。ここで中井はある作戦を思いついた。各が剛に挨拶に行くということに。こんなの持っちゃって、それでも私がちょっと自分が入る前に、ね、しし着替えてるところに行っちゃったんですかね。ここすいません。かわいい。上だけ着替えちゃうわ。上だけ着替えちゃう。珍しいよ。控え室の中のね、タレントさんを垣間見るってことあんまりないですもんね。さあ、出るか？出るか？入ったふりをする。あ、いいね、みんなバラバラで、みんなスタジオいいよ。そしていよいよ剛がスタジオに入ってきた。いい感じ。キャスター霞陽光へ第1回のゲストをご紹介いたします。キャスター霞陽光役草薙剛さんです。よろしくお願いします。出ないのに。そして、嘘のリハーサルが開始。年間この、色合いで見ました。頭入ってんだよ。嘘にもかかわらず、リハーサルに熱が入る。止めろ。もう、やめる人のこと言ったらしょうがないでしょ。それだと、あれだね、ちょっとね、こう。何笑ってんだよ。怖いですね。ちょっと待って、何か、何かって。はい。
すごい、どこで頭見てたのに。今僕からです。あ、今これで全然わかんない。私の立ちからですね。立ちから、じゃあお疲れって言った後、お疲れって言った後、いいね、高島さんのね、ちょっとピリピリムード、ピリピリ発言。待ってるみたいなのが嫌だ。それはね、実際はまた都合の上の話だよね。何お前じゃあ揉めてるんだっていうね。必死に笑いをこらえ、異常なまでに重苦しい雰囲気を作ろうとする仕掛け人たち。リハーサルが終わり、一旦剛を控室に戻すことに。果たしてこの重苦しい雰囲気の感想は？すげえマジやかなり熱いねかなり熱いんだもん。だから俺はちょっと、ちゃんとやんないとダメだよ。もちろん当たり前だな、ドラマだもん。ドライからやっぱりこう、本番と同じように。そうです、長いかもしれない。でも最初、今井さんがさ、カメラマンだったじゃない。だから分かんなくてさ、急に出てくるじゃん。あ、じゃあ面白いな、分かんない。再びスタジオに戻ってきた剛。はい、どうも。まずはさっきまで気づかなかった今井に挨拶。いよいよドッキリ作戦スタート。まずは読みにくい株式のニュース原稿が追加される。ちょっとね、ニュースっぽい原稿あった。普通だったら、市長でいいですかね。今日の東京株式市場は23日のニューヨーク市場、ニューヨーク市場をね、ニューヨーク市場っていう人の気がしないんだよね。最高値を更新したこと、したことなどから、したことなどから。難しいこれ、株などを。ちょっとね、もうね、直すね、ごめんなさい。ここで、嘘の証明直しを入れ、剛をセットから離れさせる。今日の東京株式市場は、23日のニューヨーク市場の株価が最高値を。ここで、続いてのドッキリ作戦。高島と今井が邪魔に入り、剛に原稿を覚えさせない。まずは高島が近づいた。あ、高島さん、すいません、ご挨拶遅れました。なんかいろいろ、僕も初めてなんですけども、はい、すいません、どうも。弟との共演したことありましたっけ。いや、ないです。多分違う。覚えたいんだろうな、今も覚えたいって知らないんだよ。バラエティで何人かたくさん、バラエティでゲストも来たのかもしれないですね、弟が。はい、多分今井さん、今井さん顔、右半分は覚えたい、左半分は芝居の指なんて。あー、これは最高。あそこね、あでその前もうちょっと返しますから、それで、結構ね、実際当てちゃうよ、終わっちゃうもんね。剛の顔、もうわけわかんないね、別に俺のところじゃないだろうって。顔は気づけなきゃいけないけど、でも芝居のテンションってあるわけで、そうやって僕あそこは出る意味ない。ないほとんど覚えられないまま本番を迎えることになった剛。はい、参りました。はい、参りました、本番。はい、よーい。はい。3ヶ月ぶりに1万5000台を回復しました。今日の東京株式市場は、23日のニューヨーク市場の株価が最高値を更新したことながら、輸出株に…あ、すいません。はい、はい、はい。輸出関連株など。はいね。いちいち止めようね。はい。はい。今日の東京株式市場は、23日のニューヨーク市場の株価が、視線がちょっと下すぎますね。あ、ごめん、あまり下見ないで。は
3ヶ月ぶりに1万5000台を回復しました。今日の東京株式市場は23日のニューヨーク市場の 株価が、あ、ごめんなさい、惜しいテクフォードが言われてないんですね。今日の東京株式市場は23日のニューヨークの、ごめんなさい、今日の東京株式市場は23日のニューヨークの市場の株価が、あ、ごめんなさい、はい、あ、高島さんちょっとイライラしてるよね。いいね、高島さんと岩井さんがちょっとなんかこうカメラの横でなんか少々見てる感じが欲しい。平均株価の終値は先週末に比べて384円70銭高い15000円、あ、ごめんなさい、最後のさ、もう日産なんかもほぼ全面高の展開となりました。いい、平均株価の終値は、終値はすみません、もう一回お願いします、はい、一回止めましょう、一回止めましょう、一回止めよう、うん、10分前にこんな長いやって読めないって、3ヶ月、ほらもう噛んでるね、うん、必死に覚えようとする剛、しかし NG はさらに繰り返された、うん、そうそう、はい、また3ヶ月ぶりに1万5000台を回復しました、うん、今日の東京株式市場は23日のニューヨーク市場の株価が最高値を更新したことなどから輸出関連株などほぼ全面高の展開となりました。 OK、うん、強し、さすが、そろそろお別れの時間ですが、4年間このニューススペースのメインキャスターを務めてきた霞美涼子さんが今夜でこの番組とお別れすることになりました。大丈夫、来週からは霞さんに代わって立花キャスターが引き継ぎます。いい感じ、長い間本日お疲れ様でした。ありがとうございます、ありがとうございます、キャリアが少ない分若さで勝負したいと思います。ちょっと笑顔ね、どうぞよろしくお願いいたします、ね、はい、OK です。やっと OK が出たテイクをみんなでチェックする。高島さんか今井さん自ら、剛くんこれでいいの、剛くんこれでいいのかな、ちょっと剛くんに、問いかける感じで。はい、オッケーオッケー。お、大丈夫だ。いや、なんかちょっと あやふやなところが。地上って。真面目だね。真面目。頑張ろう。ああ、この頑張ろうがまたね、プレッシャーなんだよね。大変だ。3ヶ月ぶりに1万5000台を回復しました。今日の東京株式市場は23日のニューヨーク市場の株価が最高値を更新したことなどから輸出関連株などほぼ全面高の展開となりました。バッチシ、よかったよし、そろそろお別れの時間ですが、どうしたの、4年間このニューススペースのメインキャスターを務めてきた霞涼子さんが今夜でこの番組とお別れすることになります。お別れだ、完璧だよ。来週から霞さんに代わって立花キャスターが引き継ぎます。あ、長い間本当にお疲れ様でした、ありがとうございます。オッケー、いい笑顔だ。後半部分の撮影までの間、再び控室に剛を戻す。仕掛け人の4人は中井の元へ。いいね、もう怖いよ、兄ちゃん。みんなだから笑うの怖いって言うから、もう顔が真顔なんですよ。怖い、これ。かわいそうでしたね。かわいそうでしたね。楽しかったですよ。テイク10とか言うんだよ。10とか言うとさ、あれ別に言わなくていいやんね、10とかさ。緊張しちゃうんだよ。16とか言われるとさ。頭真っ白になっちゃうのよ。別にさ、言わなくていいじゃんっていう。始まってすぐ間違った時あったの、あれきっとプレッシャーだったんだと思う。嫌かな、こっちで。すっげえプレッシャーかかるのね。気合抜けんだよ、16だから、テイク16ですってさ。普通言わねえだろ。今井さんって怖いの？やってる時に俺読んでんだけど、こう歩くの前のもう半端じゃない気になっちゃってさ、それがさ、もうダメ、腐
セリフなんて言えない。圧力かけてるんですよ、今井さん。やばいな。テイク16から俺一回間違ってるのにテイク17になってないんだ。だから本人も NG が多くて分かんないって感じでさ、そのロッキーなんだけど俺もうなんださっきテイク16って言ったじゃん、だからさ全部忘れちゃうんだよ。そこまで言ってんだったらさ、ちゃんと数えてほしいよ。ここで番組宣伝用のスチール撮りを行うことに。もちろんこれも一切使われることはない。そしてここにもある作戦が仕組まれていた。それは中井の写真に一緒に写り込もうというもの。何も知らない剛が遅れてスタジオに入り、仕掛け人の4人に囲まれる。セット裏では中井がスタンバイ。ここまではご覧のスポンサーがお送りしました。ちょっと黙っとこう。ちょっともう少し笑えます。はい。シーンの撮影、斉藤が剛に思いっきりビンタを食らわす。しかも今回はテストの段階から思いっきり叩くことになっている。テストテストよー、これがテストだからね。テストは私は残っていけないよ。はい。あ、そんな、あ、そこはニコニコしたのに。別に。あ、どうし、何？あ、それ痛い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 。まさみさん、どういうことですか。お先に。りょうこさん、何イライラしてるんですか。そんな怖い顔しちゃって、うん、あんなド新人のこと比べちゃダメですよ。ちょっと待って、何だろうな。もうほら、こちらも、うん、はい、はい、はい。いや、今の痛かったな、うん、だってもう、こうなんか服とかが曲がっちゃってるの。必死に笑いをこらえる斉藤、いよいよ本番を迎える。はい、流しろ、本番に行こう。行く。続いての作戦は、高島がセリフをわざと間違え、エンジンを出す。果たして剛の反応は？ペプシープリーズ。今ペプシマンバトルキャップついてます。お手手のシワとシワ合わせて幸せラーム。歳末感謝祭開催中、墓石霊園も長谷川で。花風の季節。鼻水、鼻水、くしゃみ、鼻水、鼻づまりにスカイナー鼻炎用 S。 スカイナーで早く良くなる。ヒューマンヘルスケアのエーザイ。64ピカチュウ右だ、叩いて。10万ボルト。世界初、踊ってピカチュウと話せるゲーム。ピカチュウゲットだぜ。任天堂64ピカチュウ元気で中。ゲットだぜ。これ高校の時からね、本当よく食いましたよ。私はこれからもカップヌードル。日清食品。さあ、日本全国の皆さん、クリスマスです。良い子も悪い子もお兄ちゃんもお姉ちゃんもおじいちゃんもおばあちゃんもみんなみんなみんな楽しい。クラッシュバンディクン3、いかがです？プレイステーション。テストが終わり、いよいよ本番。続いての作戦は、高島がセリフをわざと間違え NG を出す。じゃあ、頑張ろう。頑張ろう。連絡するや。色気だけじゃキャスターとしては残っていけないよ。はい。何？はい、何するのよ、ちょっと。かすみさん、どういうことですか？まあ。お先に。りょうこさん、何イライラしてるんですか？そんな怖い顔しちゃって。あんなド新人のこと比べちゃダメですよ。もういい加減しなさろうか。あ、ごめん。ちょっと待って、サンバッグじゃないんだからさ、そんなのまだ見ないんだ。
だ。そんなことを言っている今井が今度は核の役名を間違えて NG を出す。謝りました。強氏の顔がちょっと赤くなってきてないか。黒くなけた。キャスターとしては残っていけないよ。なに、何するのよ。カスミキャスター、どういうことですか。それどういう意味。打たなくていい、打たなくていい。もうもういいよ。もう痛いから強氏。何イライラしてるんですか。もうやっぱりこれ怖い顔しちゃって、うん、あんなド新人の子に比べちゃダメですよ。いや、やっちゃった。いた、なんでこっか。いい加減にしろ。そうだよ、もうそれはいないんだから。もう京子ちゃん、むさぶちゃんの京子ちゃん、そしてテレクスリーの収録。怖い顔しちゃって。あんなド新人のこと比べちゃダメですよ。斉藤さん、もういい、もうやらなくてやっちゃった。いた、なんで僕か。いい加減にしないか。そうだよ、みんなも大人げないんだから。もう涼子ちゃん、美里ちゃんも。が出たが、今度は逆のアングルからもう一度撮りたいと監督が言い出す。照明を直すふりをして三度剛を控え室へ戻す。ここで最後のドッキリが行われる。それは今まで三番剛を叩いていた斉藤と中井が気づかないように入れ替わるというもの。剛が控え室にいる間に堂々とスタジオに入ってくる中井。のウォーミングアップ。ここからは日本リードとご覧のスポンサーがお送りします。中井がセット裏に隠れ、剛がスタジオに呼ばれた。お願いします。一ヶ月前から。あ、ちょっとこぶしゃない。このオチのために私はやってきました。インスタントカメラデビュー、カードサイズ写真。アミノリピッドが時間差で浸透するので、潤いとしなやかさが24時間続きます。新しいシルクの予感。 Lux Super Rich 日本リーバー。スーパーノートクラブ U はワープロもビシバシですわ。ビシバシゲームだってノリノリですの。ノリノリプリンターだってプリプリですわ。プリプリミニネクセして高性能スーパーノートクラブミュウ。この度僕ドラえもんが君といつも一緒にいられるようになりました。僕ドラえもんち。剛が思わぬところで NG を出し慌てた中井、すぐさまテイク2。先で涼子さん、何イライラしてるんですか。そんな怖い顔しちゃって。あんなご新人のこと比べちゃダメですよ。ご新人が見て、いい加減にしたのか。ご新人を見て面白い。
セリフ。あれ、まだまだ OK じゃないの。嘘だよこれは。だってみんなちゃんとして役者さんがいるわけでしょ。ありますよね。立子さん、高島さん。あら、なんだあの笑顔、かわいい笑顔。笑顔かわいいじゃないですか。もう弟さんの話も話しかけてるね。一生懸命原稿変わってるのにね。弟さんって僕一緒になった時ないですよね。全然わかんないです。嘘。あ、控室の話ちゃった。ごめんなさいね、今井さん。今井さん嫌なんですって。ごめんなさい。ですから、カプさんが決まってるのはそれないんで、ございません。出てくださいよ。僕、決まりましょうか。あ、菊次郎さん、北野菊次郎さん、たけしさんのお父さん。うち17回とか、あれはね、あれは本当に地味で嫌なドッキリですよ。ありそうな、すごいやっぱ資料があるわけですよ。そうそうそう、あのシーンと並ぶ意見があるんだよね。大丈夫って言われるともっとプレッシャーになるよね。僕もやっぱ見てて、やっぱりすごくやっぱり思い浮かるし、毎回と思うんですよ。毎回苦しくもターゲットにするから悪いんですよ。キムタクとかターゲットにしてくださいよ。そういう、これはございません。何度も言いますが、この模様は、一切ドラマにも流れませんし、つよし君は、出ません。そしてプスマにもカクさんは出ません。つよし君は D1 のために、騙されたという最悪なパターンですね。プロデューサー何それ。でも時間ないんだよ、かすみ。ニュースキャスター、かすみりょうと。すいません、容疑者とのご関係は。キャスターがさまざまな難事件に挑む。こんばんは、かすみりょうこです。1月14日スタート。